ートよ。はいはい、今から、はい、なんと、はい、このスライム、はい、あ、もうやったばっかりなんですけど、はい、これ、はい、ね、あの、うん、なんと、うん、これなんか別の使い方があるんですよ。ちょっと一回やってみましょう。はいはい、まずこのスライムを取り出します。はい、あー、これ、うん、これでなんとできました。ほう、これをほう、メガネ、まあ僕だったらメガネ外してほう、こうするだけなんですよ。あー、これが夏にぴったりなんですよ。あー、涼しくてね。はい、あー、あの、うん、め、あの、外したら、うん、目がさっぱりするんですよ。さっぱりする。あー、けど、ここでちょっと要注意があります。はいはいはい、ちょっとこれは、うん、あの、お家で飼ってる犬とかに、うん、あの、見せたら、うん、これ、食べ物だと思ってしまうんです。あー、あ、食べられちゃう。その点はね、はい、うん、ちょっと注意した方がいいです。あー、まずじゃあ、うん、あ、まあ、まあ、実質的にはこれ人間には、あの、まあ、結構効果ありますよ。うん、目が冷えてね。はい、あ、じゃあ、だからこれ夏にめちゃくちゃぴったりです。あ、冷蔵庫に入れたらより一層あれですね。はい、あ、じゃあ、まあ、その時はもしかしたら固まってるかもしれません。あ、じゃあもう一回それつけて ピースしてもらえますか。はい、わかりました。あ、冷たいわけですね。ああ、めちゃくちゃね、うん、あの、ははい、時間が経っても、あの、冷たいってわけじゃないですけど、うん、みずみずしいから、あ、冷たく感じるんですよ。なるほどね。はい、ありがとう。はい、どうも。